カ井和彦は、日本の実業家。富士銀行取締役副東取や安田信託銀行取締役会長、福岡ソフトバンクホークス代表取締役、社長兼オーナー代行を歴任した。香川県喜田郡、三谷村出身。香川県立高松商業高等学校を経て、1959年、香川大学経済学部卒業。近世欧州経済史の家、 な田勝雄ゼミ第一期出身。ゼミ生は一人だけだった。大学卒業後、富士銀行を入校。1964年本店の外国部、外国資金課に配属。1969年スイス銀行での半年間、研修。1973年から1977年までのニューヨーク支店勤務を含め、為替ディーラーとして活躍。 1983年シカゴ支店長、1986年ニューヨーク支店長、1988年取締役本店営業第二部長、1989年国際企画部長、1990年常務、1991年専務を経て、1992年副東踊り、1998年から 安田信託銀行取締役会長を務め、事業売却を進めて、不良債権処理に当たった。孫正義の誘いを受け周囲の反対を押し切り2000年、ソフトバンク取締役に就任し、以降ソフトバンクグループの M&A を取り仕切った。2004年日本テレコム取締役。2005年福岡ソフトバンクホークス、代表取締役社長兼オーナー代行。 2006年ボーダフォン取締役、2013年ハイカルチノイドのため救世。ありがとうございます。